皆さんこんにちは。ユニコーン堂チャンネルへようこそ。今日はバンファインダーズという納屋を探索して物を修理するゲームをやっていきたいと思います。早速やっていきます。はい、というわけで始まりました。ゲームはこのように、一人称のねゲームなんですけど、この中でいろんなものを拾ったり、多分こういったちょっとしたガラクタはもう触ることで売り飛ばすことができるみたいですね。ちょっとこのお部屋の中にあるもの売っ払っていきたいと思います。でね、このトランクとかはね売れないんだよね。売れなくてまたクリックでポッてリリースできます。なんかあとは空き缶売って、ちょっと外に出ようかな。はい、というわけで部屋の中ある程度浅くったんで外出たいと思います。というわけで早速ですね、チュートリアルのヒントが出てきました。僕このゲーム、デモプレイやってですね、だいたいこの3つ目のパソコンつけて、ちょっとよその納屋まで行くところまでやったんですよね。なのでその辺の流れまでは結構サクサクっといけるんじゃないかなと思うんでやっていきたいと思います。まあ、早速外に出てね、ヒントを開くと車からバッテリーをで、ジェネレーター、発電機ですね。発電機にバッテリーを乗っけてくださいということなんで、早速車の方にバッテリー取り行きたいと思います。で、車もここに見えてるんでトランクの方に向かっていきます。ちょっとパソコンがねあんまりいいやつじゃないので、だいぶ古い型落ちのパソコンを使ってるんで、ちょっと動きが鈍いんですけど、頑張ってやっていきます。お付き合いください。これもどかせと、ここに立って、トランク、これだ。で、このようにトランクに乗ってるもの、選択できるんで、これを、クリックかな?これで、掴んでる状態になったんで、これをそのまま、よっとっとと、よっと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 と、この、ここまで持っていきました。ジェネレーター、発電機ですね。で、この家、この発電機で電力賄ってるようなんで、早速この家の中にですね、これ多分ですね、なんかショップだと思うんですけど、ちょっと僕も進めてないんで詳しくは何とも言えない感じですね。でこのパソコンを Use your computer to find jobs and travel all over アメリカなんでしょうねこれ。というわけでなんかパソコン開いて仕事もあったり、まあ、トラベル使って他の納屋に行ってるみたいな感じですね。ちょっと覗いてみましょう。はい、このように、E メール、barhub.com、アイテムカタログ、コミックアップということで、まずこの E メール来てるんで開いていきます。僕全然英語読めないんですけど、ちょっとパソコンの方でなんちゃって英語で読んでみていきたいと思います。It should work. なるほど。やあやあみたいな、このなんていうんですかね、なんか多分鹿の頭だと思うんですけど、これをこの赤い納屋でレッドバーンで探してきてねと、レッドバーンで探してきてねということでメール来てます。ミックという方からですね、出ますね。なので、これは、
き受けますね。で、ラジオメールテープだね。ちょっと、またこれもおいおい読んでいきましょう。今読んでますけど、あ、なんか、マッチョの。このガソリンタンクがですね、必要ということで、というわけでガソリンを探しましょう。もしくは50ドルで買ってみなんですけど、ちょっとお金が66しかないんで、ちょっともう使うのはもったいないなということで、一旦探します。確かこれあったんですよね。ちょっとここは嘘をします。よいしょ。ラジオはオフと。さあ、ちょっとガソリンタンク探していきましょう。こういったのも売れるのかな。売れますね。なんかこの辺はいろいろクリーンステーションとか行って、多分ですね、あの納屋で拾ったものを修理した後にこれで多分綺麗にできる場所なんだと思うんですよ。ストレージとかも多分あるんで、なんかいろいろ保存できたりするんじゃないですかね。これ誰でしょうね。エドワードトラフォードさんですかね。はい。さあ、で早速ここになんか落ちてますね。これなんだろう。フロアアップグレード、あー、なんか消えましたね。見えませんでしたね。まあ、あんなんで床とか張り替えていけるのかな、わかんないけど、やっていこう。なんかこうバスケマシーンのゲームとかあるんですけど、これやったんですけど使い方全然わかんなくて、ちょっとこれもおいおい調べてやっていけたらと思ってます。はい。で早速ここに、ガソリンって書いてますね。ガソラインじゃないですよ、これガソリンです。ガソリン拾っていきます。拾ったらファストトラベルで赤い納屋に行けるんじゃないのかなと俺は思ってるんですけど、行ってみましょう。なんかね、いろいろデモの時にはなかったようなこんな屋台みたいなのもあるんですよね。うんうん。あ、すいません、こうぐるって回す癖があるんで、俺ぐるっと回しちゃうんで、うんうん、開けていこう。早速サクサクっと進めていった方がおもろいと思うんで、進めていきましょう。よいしょ。でこれを押してトラベル、トラゴーみたいな。ね、この赤い車で、さっき漁った車ですよね。これこれに乗って赤い納屋に来ましたよと。赤い納屋着きました。この中でおそらくあの鹿の頭を探すんじゃないかなと思うんですが、ザ・レッドバーンということで行きましょう。あ、このおじいちゃんもついてくるんだね。お、なんか来たよ。Your job is to find requested items. はいはい。まずこの赤いのさ、赤いのあった。この、ねえ、このバンダナ巻いた鹿を探そうかなって感じですね。バンダナ巻いた鹿を探すんですが、なんか言ってますね。なんたらかんたら、なんたらかんたら言ってますよ、これ。ちょっとね、日本語版というか、日本語モッドとかないんで、勘でやるしかないみたいな感じなんですけど、誰かこうパーティーした人がいますね。これは売れますね。買う人いるんだ、この。拾う神あらば、捨てる神あらば拾う神ありですね。本も売れますね。何でも売れますね。ちなみに昨日、鬼滅の刃の最終巻出てて、福岡は余裕で買えたそうで、すごい場所によっては長蛇の列ができたそうで、という情報です。さて、
赤い納屋の中に鹿はいるのかというんですが、うわ、誰が寝たんだろう、これ汚いな。売れるんだ。こんなん壊せないのかな。なんかあるなんかあるぞ。あ、何もなかった。隙間でしたね。だから隙間に、あ、こんな布、あ、ジャッキー、ジャッキーだ。ウイスキーねえ、ジャーって言いましたけど、何も知らないですけどね、僕。さて、納屋に来て、これなんだ、こんなの動かしたら裏とかにあんのかな、ないか。ごめんなさい、振り回しました。振り回しちゃいました、ちょっと癖で。僕あれなんですよね、この、FPS 一人称視点ってすごく読むんですよね。 3D 酔いするというか。お、カエルの置物かわいい、これかわいい、これなんか持って帰れないのか。トゥードロップ、スクロール、スタディ、もうスタディ、あ、見れるんだ。へえへえ、これ見てどうすんだろう。まあいいや、ちょっと置いておきましょう、この辺に。これ持って帰れないのかな。持って帰りたいですよね、カエルの置物とか。家に飾りたいの、車に乗せれないのかな。ちょっとちょっと持ってってみましょう。よいしょ、あ、乗った乗った、持って帰れる、やった、家に飾ろう。さて、あと何か、この辺は引き出し、あ、なんか鍵があったっすね。お、レッドバーンキー、ほう、なんか開けれるんだ。いや、ほんとデモ版ではここまでしか来てないんで、ちょっとこっから先がほんとワクワクドキドキタイムなんですよね。ちょっとこれは外に持ってっとこう。なんか牛にでも食べてもらおうかな、おい。OK。さっきからクックドゥドゥルドゥが泣きわめいてますね。この辺も全部外に出して綺麗にしてから漁りましょうかね。多分これ斧とかがあったら割れるんじゃないかな。さっきのショップとかで買えたような気がするんですよね。ちょっとその辺もおいおいまた探してやりたいと思います。上の方は何もないのかな。上の方も登れたりするのかな、いつか。まあ、ここは2階建てじゃないんで大丈夫なんでしょうけど。さ、なんだこの布は、なんかいろいろ落ちてますね。なんだこれは、馬のやつですね。馬の本かなんかですね。あ、写真ですね。お、テレビがある。ちょっとこれくっついてない、このテレビ。何何、あ、持ち上げるだ。これは持って帰りましょう。これいただき、いただき、ポニーって書いてます。有名なブランドなんでしょうね、多分。よし、僕もポニーのテレビ買いたいな。さあ、お、ガソラインがありましたね。早速持って帰りましょう。開いた。あ、なるほど、さっきの鍵でこれ開いたんだね、多分。なるほど。お、ロッキンチャーだ。ロッキンチャーいいね。持って帰ろう。これ見れるんだね、これで。あ、なるほどね。なんか、バイオハザードとかだったら、この裏に、ね、あ、紋章をはめれる穴があるとかいう。いやいやいや。そんな家に住みたくないよっていう。ね。トイレ行くのに何個鍵いるんだよ、みたいな。そんなことになるんでしょうけど、安心してください。このゲームは多分そんなことないはずです。謎解きとかも全然僕ダメなんで、本当に。お、この写真売れないのか。ちょっと人の思い出置いておこう。落ちましたね、これは。ゴミか。よし、早速じゃあこの鍵で開けたとこ探索していきましょう。おー、でかい、でかすぎる。ちょっとこれは持って帰れない。これをどかしてみましょう。ポイと。ちょっと棚、椅子の上に。何もない。
お、なんか薪？これは持って帰れないのか。ちょっとじゃあ椅子の上に。なんかピコ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 聞こえますね。なんか何このいかつい猫、超怖いんですけど。歯並びが、これ猫の歯じゃねえもん。サニーキャットって言うけど、いや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 、猫じゃないでしょこれ。これは夢に出る。裏には何も書いてないね。これは持って帰ります。怖いんで。ちょっと我が家の魔除けに使えないか。ちょっと車にポンポンポンと乗せましょう。よいしょ。なれ、こっちからないのかな。こっちから乗せないのか。なるほどね。こっからじゃないと乗らないでしょうね。よし、猫ちゃん置いた。よし、じゃあ次バケツとかはこれ置くタイプ、触るタイプか。うんうん。お、缶抜きも外してほいと捨てときましょう。椅子も邪魔だな。ちょっと向こう置いとこう。ちょっとこれは回して、よし、いいバランス、いいバランス。これ、お、これ上登れる。ちょっと後で登ろう。ちょっとこれ邪魔。よしよし。なんかあるぞ。なんだ、どうぞ。キャンドルもって感じ。これはじゃあ棚の上に戻しよう。よいしょ。よし、さあどんどん全容が明らかになってきたんじゃないかな。なんか音が、お、バイクのなんかこのフレームですよ。持って帰ろう。待って、ああ、ちょっとなんかこうどこかのブランドの、あら、取れない、取れない。あいつ、あ、なるほど、ここを取るということね。開け。やったぜ。もう完全にこれね、ブラボーって言われたけどね。持って帰りましょう。これもやった。あ、どこまで持って帰っていいんでしょうね。こんな怒らないのかな、この世界の人たちは。俺とは怒るけどね、人んちのもん買って持ってってから。おいおいって、うちのじいさんの大事な、何やってんだみたいな。ガソリン一つで来やがってみたいな。ネズミチュンチュンみたいな音がするけど、ネズミはやめてほしいですね。ん、特にここには何もない。この階段登るべき。やだ。お、登れました。あ、めっちゃ怖い。びっくりした。そやろ。何これ。キラキラ光る。チケット。あ、あれっすね。どうやって飛んだろう、あれ。ちょっとこの、これは、これは見せられますね。これ持ってかれんのかな。ちょっと持って帰る前提で。よし。どうやって、ああ、ふん、あ、待って、これなんかジャンプあったな、そういう。どうだっけ、スペースだったっけ。あったあった。ってことはダッシュスペースかな。下がって、おりゃーてーい。お、ナイスゲット。これ落とします。バイバイ。あとなんかないの、何かないか、何かないか。よし、じゃあ俺も降ります。よいしょ。スペランカーなら死んでいる。さあ車に向かって、この鹿の頭を。うわ、なんもない。お、うん、なんか言ってるけど、わかんないね、これ英語が。これなんたらかんたらかんたらかんたらみたいな。まあ、無視しましょう。あ、仕事おしまいみたいな。で、わーお、わーお、持って帰ろう。よし、これ
ね、ちょっと車の中見せてるけど、ずっと絶対見せられたくないですよ。よし、あと何をすればいいんだ。あ、なんかピコピコ言ってる。これなんだ。なるほどね、ざま。タバコ、タバコ。こんなの売れないだろうって話なんですけどね。おっと、ガソリン、本物のガソリンやないか。危ない危ない。これなんだ。あっ、かわいい。これも持って帰ろう。なんでこのちょっとヤーってやってるんだろうね。ヤーみんなみたいな。ヤこっち見ないかな。ヤーヤーでみんな元気みたいな。僕の肉球クッキー見てやろうみたいな。チョコレートクッキーだよ、肉球の黒いところはみたいな。よし、乗せましょう。あとなんか、この右上にアイテムレフトって残ってるか、なんか残ってんだよね、多分。かといって、何か持って帰れるもんがあるかというと、ここでちょっとヒントで見ますか。F1、ゴリとか。Look for other variable items. You can sell them in your shop. なんかこの辺で適当にいいもん見つけたらお前の店で売れるんじゃないのみたいな感じのことですね。OK。なんか探すか。ちょっと探すか。漁ってみましょう。お、これ一輪車さっきなんかあったやつだ。箱で持って帰っていいよみたいな。売れるよみたいな。もう持って帰って売ろうぜっていうか。OK, OK. ふぅ。もう一個ぐらいなんかあるみたいなね、持って帰れるものが。さてさて何かな。なんかこれじゃない気がする。なんか光ってる。なになにこれ。何これ何これ。ラム。あ、ごめんなさい、ラムじゃない。何これ。え、リリル、リ、あ、読めなかったけど。え、やばいのじゃ今の多分。やばいやつだ今の多分。見ちゃダメだよ、あんなの。まあ、いっか。さ、というわけで、この辺一体はあらかた見たのかなというところで、一旦帰りましょうか。ねえ、もういいよね。わかんないけど。これどうやって帰るの？帰ります、ボタンは。多分、車のとこ行ったらこれ、なんか点々足して帰れるんでしょうね、これで。帰りまーす。イェイ。お、なんか怪しい人が来ましたね。なるほどなるほど。え、なになにこれ。ああ、一応なんかこんなあるんだ。はいはいはい。なんていう、こういうね、成績表みたいな。はいはい。で、OK をするのね。
ゴールデンなんとか。ああ、なるほどね。100% 探索しきったらいいのかな。よくわかんないけど。さてと、この後私がすることが何かというと、はい。アンロートラック、バイ。これ押したらいいのかな？よくわかんないけど、ストレージボタン。目の前に立ってたし。ちょっとな。なんか乗せろと。お、じいちゃんは何すか？乗せたばい。え？いや、ないがな。なんかじいちゃんがさっき乗せたよね。おお、じいちゃん。何のあれだよ。おらえけん、はよこ。よくわかんないけど。まあ、いいでしょう。あー、何これ。テイクアウトアイテムトゥエグゼット。これどうすんだ？アイテムインストレージ、アイテムストレージに入ってる。わー、なんかこれなんか、猫となんか、虫みたいについておけど、嫌だわ。あ、これな、虫食ってんぜ、汚ねえぜみたいなやつだから、これ、なんか綺麗にできないのこれ。あ、消えた。これは、あ、これは組んだらなんか作れるぞと。これもなんか組んだら作れるぞと。なるほどね。で、こんなのはもういいんじゃない？星ついてるから売れるんじゃないのこんな。これちょっと売れんのかな？ちょっと持ってったら売れんのか？ちょっと一旦見てみよう。これを、どうやって売るんだ？売るのだって感じ。あ、ほんとだ。これなんか水引っ張ってきて、この、うわ、汚いよっていうマークがついてるやつは、この、ぶっかけたらいいんだよ。ね。そしたら綺麗になって売れるよ、みたいな。プッシュテストアイデア。なるほどね。よくわかんねえけど。なるほどねって言ったらダメなんだよ、けどね。わかってねえのに。わかってないのになるほどって言ったらダメなんですよ、皆さん。この棚とかに並ぶんだ。はあ、なるほど。ミディアムシェルフ。はいはい。なんか、中くらいのものを置くぜみたいな。はい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 。なるほどね。で、ここ今ってクローズドなんだね。うん。あ、今夜だし開けられないよと。でも店に来ても何もないよと。これはビルドビッグシェル。あー。なるほどね。これでももうあるんだよね。ってことは。あー、なるほどね。ここに多分でかいサイズのものが置けると。で、ここは修理しないと多分置けないよと。修理というか、作らないと置けないよと。なるほど、なるほど。OK、OK。大体分かったが、ここのなんか水のやつとかどうやって作るんだ？あー、これ買わなきゃいけないのか。クリーニングステーション。これで作れば、なんかピコピコ聞こえる。なるほどね。あと、売る流れを考えればいいわけか。なるほど。ちょっとなんか適当にやってみましょう。さっきの一輪車？これとかなんか別に、どうでも良さそうだから。これガーンって置いてから、ポンって売れんとかや。よいしょ。あ、置いた置いた。あ、25度になってる。値段上げれねえのかな？おう。スンって収まった。なるほどね。あとなんか、これさ、ウォールってあるんだよね。これなんかないんだよ。アップグレード、ガン、ガン、ガンって書いてあるけど、鉄砲のこと？よくわかんねえな。パソコン見てみようか。なんかあるかな。メール来てねえ。こっちでなんかね、ショップなんだよ。
It should work. カスタマイズよ。ああ、これでいろいろものカスタマイズするんだ。はいはい。へえ。あとは、あ、高ニワトリの、ニワトリのなんか、ソナー。ああ、なるほどね。近くに物が空いてると、結構結構行ってくれるな、こいつは。ああ、そんな便利アイテムがあるんだ。それは、もっと勉強して、このゲームに詳しくならないかな。OK。ってことは、ある程度のものは並べていいのかな。例えば、テレビとか。テレビとか売っちゃいましょう。テレビはどこに置くんだ？テレビはミドルサイズだもんね。ここだろうね、多分。よいしょ。あ、俺つけた。70ドル。お、いいね、いいね。これでガンガン漁って、物を買っ、売って、なんかロッキンチャーとか売っていいはずなんだよね。いやーのやつはちょっとなんか俺の部屋に起きたんだけどな。まあいいや。ロッキンチャーどこに置くんだろう。ロッキンチャーミディアムじゃないよね、絶対。ビッグかな？置いてみるか。よいしょ。あ、置けた。はい。よし。朝にならないのかな？これよくある、マイクラ方式。寝たら朝みたいな。寝たら朝みたいな。寝ましょう。あ、この人家ないんだ。おはようございます。朝の羊でございます。なんか、絵がある。なんか、なんかすごい大胸筋の発達したよね。大胸筋が発達してるってことはいいことですね。これとか売り物じゃないの？ジャンクって書いてあるね。こんなもん店に並べたら取れちゃうか。いやいやいや、店は開けろよって。開けてみましょう。クリックオン。セル。は。あ、あ、あ、あ。うん。なるほど、よくわかった。要するに、売るか、交渉するか、売らねえかみたいなとこじゃねえかな？わかんないけど。まあ、とりあえずちょっとやってみましょう。FTC、FTC。やけんね。誰か来るかな？ん？なんか降って湧いてくんのかな？そんなことないよね。いる。すでにいる。30ドル。30ドルでいいよ。売ってあげる。F。あは。バイバイ。これでどんどん売って、とりあえず、まず売ろう。値段の交渉はちょっと俺もわかんないから。誰も来ねえっていう。お、来た。あ、このピローンはあれなんだ。だからこんなのは、ふにゃふにゃ言ってる間にこれ交渉なのかなって言ってピッ。ふっ。3ドル上がった。あ、なるほどね。ゲームで釣り上げていくんだ。じゃあもうここで一回売りましょう。F。やったぜ。クールメンって。いいね、君みたいな。なるほどね。お、来た。お、ちょっと怖そうな人がいるんだけど、こう。絶対ヒットマンじゃん、これ。わぁ、やばい。こんな、ガラッガラのシャツ着て。絶対やばい人だけど、こう、いいのかな？テレビ70ドルだよ、これで。あ、消えた。なるほどね。時間で変わる。あ、この左上のタイマーみたいなのが多分この人たちの滞在時間みたいな感じかな。うん、話を聞いてみよう。70ドル。いけ！交渉だ！こっ！何？ちょっと、ダメだよ。あ、もうできないのか。じゃあ、シャネル行ってやろう。バイバイ。なるほどね。OK、わかりました。なんとなく流れ分かったましたね。もう店物がないんで閉めまーす。お、ちゃんとクローズになってる。いいじゃんいいじゃん。はい、というわけで今日は一旦
旦ここまで赤い納屋を探索終わって商品を実際にお客さんに売るとこまで進めてみました、今後は、また他の納屋を漁ってなんかのパーツ組み立てとかのアイテムとかもあったんでそういったものも、勉強しながらどんどんお金稼いでいきたいと思います、見てくださった皆様ありがとうございます。よかったら高評価ボタンと登録ボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼します。